はいえー、本日はですね、えー、小型船舶操縦士という国家資格の対策ですね、えー、について話したいと思います。えー、まずですね、私自身、この免許を持っています、一級会場、えー、小型船舶操縦士ですね、えー、平成、えー、35年、これはこ、えー無,線えー、無線の 会場特殊無選技室、えー、と違って、えーまあ、更新しなきゃいけないので、えー、これはですね、35年まで、えー、大丈夫だということです。はい、えー、ですね、えー、科目は、えー、まず筆記試験と実技試験があります。はい、えー、科目学科試験はですね、えー、まあ 結構簡単です。車の運転免許みたいな感じで、丸抜なんですね。ただ、まあ引っ掛け問題もありますので、そこはえまあ間違えないようにですね、運転免許と同じような感じで、えーまあ合,格えー、合格点がですねまあ、9割以上だったと思うので、あまり間違えれないですね。はいそこは運転免許と似ているので、まあ しっかりと対策を取ってからですね、えー、受ければ、まあ、運転免許と同様にいい落ちることはないと思います、筆記試験はですね。はいえー、そうですね、えーまあ、先生の言うことを聞けばですね、えー、大事なところを言ってくれますので、そこだけをですね、えー、しっかりと対策を取っていれば、あとはですね、まあ、あひ,ねひねくれた問題に間違えなければあ大丈夫だと思いますね。 あとですね、筆記試験にも、この、か図の問題が出てくるんですね。このか図の問題。はい。えー、これもし、えー、まあ,あ、練習すればですね、えー、ことをつかめてくるんですが、あーまあ、このか図の問題があるということだけ知っておいてもらいたいですね。はい。こういう三角定規を2つ使ってですね、か図に位置を記入するといった問題も出てきます。はい。えー、そうですね。 えそしてですね、やはりいい学科試験よりもやはり実技試験があネックになってくると思いますね、えー。実技試験です。エンジンを回したりだとかあ、あとはですね、そうですね、エンジンを回したりする、えー、ううところから操船まで、えー、あとこういうロープのー結び方まで、えー、結構さまざま出てきますね、試験。はいえー、ただ、やはり、まあ、操縦でしょうね、一番の、えー、難関なものは操縦になります。 えー、そうですね、私自身も初めてこの免許取った、取るときには、一番よく練習したのはこの、やっぱり着眼ですね。えー、丘につける着眼です。着眼と、あとは、まあ出向は簡単なんでね、すごい、えーえー、船を離して出るだけなので、あとはこの救出、ああ、こういう蛇行もありますね。蛇行も。 試験でありますこう部位が、えー、同じ間隔で置いてありますのでそこをこうぐる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 と行くんでこれは結構簡単ですねはい、えー、結構これは簡単ですこんな感じでですね、えー、進んでいく試験があるんですねこれは簡単ですね、えー、ただそうですねこの,この人命救助もあるんですね人命救助と着眼が 結構練習してコツをつかまないとコツをつかまずに試験に臨むとちょっと失敗する恐れがありますのでこの人命救助と着眼の練習はしっかりとしておいた方がいいかなと思います人命救助はですねこういうふうに V に近づいて、えー、ちょうどいいところでですね当たらないように V と当たらないような距離に止まってですねこの部位を自分の手で取ると、まあ、フックがあるのかな鍵があるかもしれませんがそうですねこう取っていくと 風や潮の向きをですね、十分に頭に入れておかなければいけませんので、えー、これはですね、まあ、何回か練習した方がいいかなと思いますね。はい。えー、そうですね、あと、そうですね、この着眼ですね。着眼着眼もしっかりと波や風を考慮して、あとはですね、えー、船のこう、 えー、右に切って前進したらあ右に行きますよねじゃあ右に切って、えー、後ろに更進したらどっちに向きますかとそれはもう即座に、えー、回答できればすぐに、えーまあ、着眼も問題ないかなと思います、まあ、車と同じなんですけどねはい、えーまあ、そんな感じですね、えー、やはりまあこういう実技試験の 人命救助とこの着眼ですね、えー、これをしっかりと対策を、えー、しっかりと、ね、コツを使うまで練習しておけば、全然実技試験も問題なくクリアできると思います。はい、本日はですね、小型船舶操縦士の1級の対策についてお話しいたしました。